こんにちは、秋里由加ですライフスタイルの変化でマーケティングが変わる一体どういうことでしょうか原田さん、教えてください皆さんこんにちはえっと今日はですね、マーケティングのブランディングの話を一つ笑顔の事例を紹介しながらお話ししたいと思います ブランドの必然性必要性ブランドとは何かこういったことは今までいくつも,もう語ってきておりますのでここでそれを繰り返すのはやめたいってもですねこのブランド資産があればですねその上に投資していくマーケティングのいろんな施策プログラム商品発表キャンペーンこういったものの投資効果が上がっていくんですね。 ただブランド資産を作るというのはそれなりにこう時間がかかります。したがってスタートアップの会社というのはこのブランドブランドというこのブランド資産を作っていくことに投資を傾けすぎるといつまでも売上の成果が出ない。ということでどうしても短期的な売上に偏りがちというのがスタートアップの会社のジレンマの一つだと思います。したがって中長期のブランド資産を作っていくことと短期的な売上を上げていくことのバランス配分を どのように変えていきながら短期3年5年10年後のマーケティングの投資効果を上げていくかということを考えるこれ非常に大事な視点です笑顔は典型的な高齢者向けのサプリの授業でスタートして今年で35年になります一番伝統的なヒットした商品は黒酢ですこの黒酢にも黒酢ニンニク黒酢甲来人参 クローズ商が6種類ぐらい目的によって違うものがあるわけですがそのコアになる部分はクローズそのものですこのクローズのサプリの出荷個数、顧客の数これはもう業界トップであるという実績があるんですただですね、最近の他の動画でもアップしたと思いますが高齢者の方のライフスタイルが随分変わってきております10年前まではまあ、60歳定年がだいたい大半だったんですね もう今日は定年延長再雇用等々で年金の支給率も下がる物価も高騰する人生100年と言われたら定年を迎えて遊んで貯金だけで暮らすことはできないということで就労率がかなり上がっております。これも前回お話ししました。 就労していない方は今の手元の貯金を大切に大切に使おうという傾向にあるという話もこの前ここでお話ししましたいずれにしてもそういうライフスタイルが変わるとこのサプリ業界の典型的なマーケティングのやり方インフォーマーシャルと言いますがインフォーマーシャルの効果がだんだん変わってきておりますどういうことかと言いますと就労率が上がると二2九分という長い 時間をかけたインフォーマーシャルを深夜に見るまたは早朝に見るということはできないわけですね。そうしますとインフォーマーシャルの60歳以上に対するリーチ率というのはだん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 下がってきております。従ってインフォーマーシャルから入会される新規顧客の平均年齢はインフォーマーシャルを見る年代がどんどん上の方に偏っていきますから平均年齢がどんどん上がっていくということになってきているわけです。 さあここでどういうマーケティングの展開に行くべきかやはり10年前と同じようにまずは60歳の新規会員を募るもうこれはもう原理原則なんです今それがですね10年前は60歳の新規購入者だったのは今はもう74歳まで上がってきてるわけですということはじゃあインフォーマーシャル以外のメディアミックスこれでいくしかないんですねインフォーマーシャル以外と言いますとまずはインフォーマーシャルでも90秒の短弱で 地上波で流すこれは一つありますそうは言ってもやはり90秒ですからめちゃ地上波で流すと特に当判明のメディアコストは非常に高いんですねそれ以外の媒体が何があるかと言いますとラジオですラジオは意外と高齢者のラジオのリーチの数も非常に高いんですね特に朝の番組ですねそれから紙媒体新聞雑誌新聞の折り込みチラシポストの投函等々いろんな メディアが選択できます29分のインフォーマーシャルは商品の認知をしていただき商品に対する購入動機購入の興味を喚起しそして実際に買っていただくここまでのお客さんに対するナビゲーションを1本のの動画でででやるんんすすこれはインフォーマーシャルの強みなんですただ先ほど言った理由でインフォーマーシャル以外のメディアでどうリーチしていくかということになりますと1つのメディアミックスだけで。 認知度から購購入入意欲購入率ままででで一気に兆持っていいくこれも難しいです例えばマスに向かっていくラジオテレビその他の電波はまずは認知度を上げていただくまたは紙媒体は商品をよく知っていただくそしてキャンペーン等で購入していただくこれを一つの媒体でやるのは非常に難しいさらに今はインターネットの時代です60代も50代もどんどんインターネットに移行してます インターネットの普及率が非常にどん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 上がってきております。特に YouTube、インスタ、TikTok クク、年代数によって微妙に違いますが、まあ、50代60代の YouTube の視聴率も非常に高くなってきているわけです。こういった媒体のミックスをやっていくときに、この投資効果を上げていくというのは、商品連行型キャンペーンだけではなかなか積み上がる経営にいきません。 その時にいくらお金を使ったかそれに対する投資効果翌年もいくら使ったかその年の投資効果ということで毎年投資に対するリターンは同じです。経営いいいいいうのは経営効率上上げげててくわけけですかから投資効果もななきゃいけないということはですねこの商品に特化したコマーシャル商品に特化したキャンペーンこれだけじゃなくて企業のブランディングまたは商品のプラットフォームのブランディング こういったものがしっかりあるかどうかで投資に対するリターンがそういう意味で笑顔もクローズこれは体にいいですよ DM をやったりお手紙を出したり開放しでずっと飲み続けるこのアドバイスもしたりもうこれは当然今後も続けていくんですがブランド資産というものを作っていこうということでクローズのブランディングのビデオをやっと作ることができました。これを ままだ世のの中に放映はしておりませんがこの私の YouTube のこのチャンネルで本邦初公開ということで視聴者の皆さんにご覧いただきこのブランディングの意味というものを少し体感していただければなということで今日はまだ仮変なんですがそれを持ってきましたのでご覧ください。うん Thank you. はい皆さんご覧いただけて言葉にはしなくてもこの映像の力メッセージ力説得力そしてお客さんにとっても飲み続けていきたいというこの心がもっと前向きになるパッシブ受け身からポジティブこういった消費者心理の変化こういったものをもたらす非常に素晴らしい事例だというふうに思います。 そうですねなんか人というか人物を使わなくても、うん、すごい説得力があるなと思いましたなるほどあの昔から言われてるのはテレビコマーシャルっていうのは、えー、タレントさんを使う、はい、子どもを使う動物を使うこれやるとまあそこそこ効果出ますよと <laughs> でも大ブレイクはしないと、はい、いうのはもう定説なんですね。 でまあ、サプリの業界もですね、まあ、典型的なインフォーマーシャルの構成っていうのは、まあ、商品も紹介します製造の農場の紹介したり製造者の紹介したりしますで商品を説明しますそしてフレイル型の高齢者の健康を害したような方が出てきてサプリを飲むと階段の上り下りがスイスイになったり。 鉄棒おじさんになったり、もうこんな極端なビフォーアフターのインパクトのある変化を持ってですね、さらに必ず出てくるのが VOC っていいまして、Voice of Customer、お客さんがいやー体が飲んでよかった欠かせない美味しいすごく効果があるお客さんの声を紹介する。これが大体典型的なパターンです。で、こういうブランディングのコマーシャルっていうのは、もう今おっしゃったように。 その商品の細かい説明してないじゃないですか買ってちょうだいとも言ってないわけですよ値段も明かしてないんですこの商品のコアになるバリューは何かクローズクローズとは何か200年の歴史があるこれだけで世界遺産になるぐらいの貴重な価値なんだもうこれだけなんですで、ここにお客さんのブランドトラストって言いまして信頼こういったものをしっかりと築くこれがこのコンセプトです コマーシャルは何でもそうなんだけども記憶に残るって非常に大事なことではいチキンサンドイッチチキンサンドイッチ美味しい美味しい音楽でさらさルのダンスを踊ってはいおしまいもう記憶に残らないねもう普通すぎるんです記憶に残るメッセージ浸透力こういったものを考えたときこの映像のコンセプトは素晴らしいと思うんだね歴史実績信頼ルーツこんなものが全部 の中に凝縮されてるんでね最後までご覧いただきありがとうございますためになったと思いましたらチャンネル登録よろしくお願いします